今日は一アンティークスから届きましたワンピースのご紹介をしたいと思います。まずはとても生地に特徴のある素材です。東滝といって昔ながらの染めの技術が使われているんですけれども、機械では出せないこう柔らかい風合い、リネンですと結構こうシャリシャリとか少し張りがあるのも特徴だったり、そちらの良さもあるんですが、東滝は機械とは違って人の手と時間をかけて染めていまして、さらにその後天日干しも繰り返してます。なのでとてもこう手間暇すごいかかった技術のある、技術を必要とする生地ですので、ぜひこの風合いを味わっていただけたらなと思います。このワンピースはこう後ろ下がりに切り替えがあって、ちょっと腰下の切り替えなのも人気の理由の一つです。今の時期ですと薄手のこうコート代わりになりますし、アームも広いので中にニットやベストなど編み物も入れていただけます。そして最後に、今回のこちらの生地はベースがベージュ色、きなり色なんですが、少しこう黄色が強く出たような色味でして、結構珍しいベースの色になっています。ぜひ注目してみてください。